4度目の防衛戦に向かいます。黒いガウン、引き締まった表情でリングに向かっている香山です。去年の6月にチャンピオンになって1年半、今日またまた高いハードルを超えなくてはいけません。一息吐きました。チャレンジャーは元日本スーパーライト級チャンピオンの桑田博史、改めジャッキー桑田です。10度目の防衛成功は日本記録です。百戦錬磨のビッグネーム、キャリアは十分すぎる33歳です。この挑戦者に対しまして、今上り調子のチャンピオン香山です。今日勝負を分けるのはハート、気持ちだと言っていました。お客さんファンに一礼しました。相手のペースにならないようにチャンスでいけるのか。まずこの日本タイトルマッチ、どんな試合になるのか、見応えのある試合になることは間違いありません。日本ウェルター級タイトルマッチ、戦う男2人がもうすでにリング上です。これから選手のコールです。ウェルター級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー147番の渡辺ジム所属、日本ウェルター級チャンピオン戦、ここまで15戦14勝1分けと負けがありません。今日はチャンスにも躊躇はしませんと言い切りましたチャンピオンの香山。今までとは違った姿を見せられるんでしょうか。145番の4分の1、岩木競泳ジム所属、日本ウェルター級10位ジャッキー桑田。今年からしました。リングネームも改めました。再スタートを切っている33歳、3年2ヶ月ぶりにチャンピオン返り咲きなるんでしょうか。さて沼田さん、はい、この一戦ですがポイントはどんなところになりそうですか。まあ、そうですね、香山の持ち味の左ストレートを、ね、突きながらその右ストレート、これを武器としていますから、それをうまくですね、その桑田に当たるか。一方その桑田がですね、やはりその私の印象じゃその左の使い方で非常にうまいですから、はい、それをどうね、香山がいわゆるそのパンチを外して攻撃に見せるか、その辺がポイントじゃないかなこう思ってます。今日のレフェリーは内田正和さんです。試合前の注意が両者に与えられました。香山も桑田も相手の目は見なかった感じです。さあ、いよいよ日本ウェルター級タイトルマッチ、香山の4度目の防衛戦、桑田は33歳で日本チャンピオン返り咲きになるんでしょうか。ゴングが鳴りました。事前の評判では香山楽勝という意見もありました。いや五分だぞという意見もあったんですが、大橋さんの予想はどうですか。そうですね、やはり、まあ、これ勢いの逆らいってこの香山有利じゃないかと思うんですけども、しかしこの桑田選手もね、全盛期のスピードはないんですけども、はい、このアマチュアプロ の, この培ってきたキャリアっていうのは侮れないですからね、この一気にペースをつかまれるとどうなるかわからないですね、はい、左をついて右のアッパーを入れようとしました桑田です。今度は左の大きなフックです。このフックにも注意したいと香山は話していました。左左とまずついていくのは桑田でしょうか。さあ香山も左をつきますが外れて、左のフックが何発か飛んできました。この桑田のこの相手の出てくるところね、はい、左うまく合わせてですね、相手の出番を止めるのがうまいですからね、はい、香山の左です。一方の香山もこの左のジャブをうまく入れられるか一つのポイント、これでリズムを掴んでいく香山です。とにかく香山はどちらかというとチャンピオンになってからベテランと対戦することが多いんですが、そのハードルをこれまで3つ超えてきました。今日が4度目の防衛戦。さあどちらかというと手数はチャレンジャーの桑田の方が出しているでしょうか。いや香山の左です。大橋さん、はい、チャンピオンサイドなんですが、渡辺会長ですね、まあ、やはり左ジャブをついていけば、はい、右アッパー、右、うん、どうぞ。やはりキーポイントは左ジャブになるだろうというふうに話をしてました、はい、でね、香山自身が非常に落ち着いてまして、もうゆっくり行きましょう会長と、入場の時も自分からゆっくりゆっくり気持ちを落ち着かせるような感じでしたね、はい、右アッパーから左を持っていったのは元チャンピオンの桑田です。ただ桑田は元チャンピオン、日本スーパーライト級のチャンピオンということで一つクラスを上げてということになりました。おー、香山の右です。このね、右が
やその当たるとですね、まあ、桑田も人たまりもないと思いますけどね、まあ、ただですね、まあ、以前 の、 その桑田と比較しますとですね、そのスピード、はい、動きがちょっと鈍ってますね。まあ、大橋さんもおっしゃってましたけど、まあ、一番はスピードですかね、前世紀と比べるとと。そうですね、はい、まあ、それとそのパンチがまともに食いようになったんですね。やはりこうパンチを避けるのもわずかの差で当たってしまうという部分はあるんでしょうかね。しかし桑田もこの加山選手みたいな綺麗なボクシングをしてくる選手っていうのは、あの決してねやりにくい相手ではないので、まあそれをねやりづらそうな感じはないですね。逆に戦いやすいような戦い方しますね、桑田選手の方は。まあ桑田も全日本社会人で3連覇をしたこともある、アマチュアで素晴らしい成績を残して、そしてプロになって、そしてプロではなんと10度のチャンピオン防衛という記録も打ち立てました。日本チャンピオンから転落して3年が経ちました。その間に2度タイトルマッチはしていますが、ベルトを取ることはできませんでした。第1ラウンドが終了しました。加山のこの表情どうでしょうか。第1ラウンド終了です。改めて放送席ご紹介しましょう。元世界チャンピオンのお二人、沼田義明さんと大橋秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。沼さん、第1ラウンド、はい、どうですか、チャンピオンの動きは。やはりですね、いいですね、本来のその加山の動きですよね、ちょっとその桑田なんですか、スピード、動きがちょっと鈍ってますね、まあ、それだけそのパンチまともにもらってるってことをね、そのあたりは第1ラウンドでももうすでに見られました。ただキャリアとうまさは持っているジャッキー桑田です。大橋さんは第1ラウンドどうご覧になりました。そうですね、この始まってすぐはこの桑田選手のがこのいいパンチを当てていったので、おやっと思ったんですけども、やはりちょっとスピードの差が出て、1ラウンドの後半このいいミニアッパーミニストレートを不用意にもらってしまいましたね、さあしかし加山の左を外してなんとか中に入っていこうという桑田です。ちょっと頭が当たりました。手を挙げてすまんという感じでポーズを見せましたジャッキー桑田です。まあ、ジャッキー桑田というのは前の試合8月の試合から改めたんですが、我々にはどうしてもこの桑田博史というチャンピオンの名前が非常に馴染み深くて、ジャッキー桑田と聞くと別の選手のような気もするんですが、とにかく日本スーパーライト級のチャンピオンを10度防衛、4年半もの長きにわたり日本チャンピオンの座に君臨した桑田博史、改めジャッキー桑田です。今背中になっています。左を入れます。ただお二人からも指摘がありますように、ちょっと峠を少し越えてしまったかなという印象は否めません。それでも、加山君がこのでも桑田君にこのスピードを合わせたボクシングをしますと、一気にペースはね桑田選手に行ってしまいますので、この付き合う必要はないですから、自分のねペース、この自分のこのね今のようなスピードでどんどん攻めていけば、もうかなりいいペースになれると思いますよね、こうやって見てますと加山も手を出すともう少し当たるような気がするんですが、まあ、もっとねまだ用心してるんでしょうかね。いやそれほどですね、まあ、あの加山も多彩なパンチをね打てる選手じゃないですから、やっぱり左ついてですね、いわゆるそのタイミングのいいこの右ですね、これがその攻撃ですからね。今右フック見せましたけども、左ついて右ストレート、そして、まあ、一気にね、またあの攻撃できればまた別ですけどもね、大久保さん、青コーナーですけれども、第1ラウンドを終えて多少久しぶりで緊張はあるということなんですが、パンチはしっかりと見えていた、自分のボクシングができればいいように展開できるというふうにセカンド陣言っていました、まあ、日本タイトルを数えますと桑田の方は今日がもう15回目ということなんですが、まあ、日本タイトルは本当久しぶりということになります。名前も改めて、そしてジムも移籍して今年の8月に8回戦を戦っております。その時は判定勝ちでした。それ以来の試合ということになります。桑田です。相手のパンチはしっかり見えている、ただやはりこの避けるのが昔と違うのか、パンチが当たってしまう部分も先ほど沼津さんが指摘されました。まあ、あの考えはやはり狂うんですよね、さあ右も左、年齢とともにですね、さあ第2ラウンドも時間がなくなってきました。さあ左をついて右を持っていきますが、どうでしょう、パンチのスピードもこうやって見てましても、ちょっと違いますね、さあ右を持っていった加山です。右ストレートを顔面に持っていきました。第2ラウンドが終了です。笑顔もこぼれています加山です。後半に入ってちょっと動きが変わってきました。先ほどのラウンドは少し劣勢のような感じもしましたチャンピオンの加山です。一方のチャレンジャーのジャッキー桑田、後半から強さを見せるんでしょうか。前半はちょっと加山にやられっぱなしという感じでしたが、ここに来てパンチを入れてきました。
さあ試合は第7ラウンドです。後半に入って少しずつチャレンジャーベテランの百戦錬磨の桑田のペースに持っていこうという感じです。しかしそうはさせじ、第5ラウンドには素晴らしい攻撃を見せた香山、最後まで持っていけませんでしたが相手をグラッとさせる場面が何回かありました。ただ逆にあそこで一気にいけなかったというのも課題として沼さん残った感じはありますね。まあ、残ったですね、その一気にいけなくて先ほどのラウンドに反撃を食らったという感じです。大橋さんね、そうですね、やはり香山君チャンスを迎えると、はい、大振りになって、うん、顎を上げていっちゃうところありますんで、はい、まあ、その辺がね大きな課題ですよね、うん、まあ、もっとねスピードがあってパンチのある選手じゃ、はい、逆に倒されちゃいますよね。そういうこともあるかもしれませんね。ガードしっかりしてですね、顎引かないと、はい、ここまでどうもチャンスに躊躇していたという香山ですが、今回はそうじゃなくてチャンスに一気に行きたいと課題を挙げていました。その練習もしてきたつもりです。まあ、香山のパンチほとんどね、もうパンチ当たりますから、はい、ね、もう少しね、もう攻めてもいいような、ね、感じがするんですけども、はい、ちょっと見過ぎですね。見過ぎですかね、見過ぎですね。そうするとペースがチャレンジャーのジャッキー桑田に行ってしまうかもしれません。さあ左から右、右打ち下ろしていきました香山です。しかしすぐ左フックを、ね、返してますからね。はい、はい、桑田も打たれてもしっかりと手を出してきます。左フックは空を切りました。香山の右フックも空を切りました。桑田の左です。桑田今度は右、やはり桑田君もベテランですから、はい、まあ、ここが勝負どころっていうのはね、うん、本人分かってますから、うん、今もう必死ですね。なるほど、伊達に日本チャンピオン10回防衛したわけではありません。この中には苦しいし、あっと左目切りましたね、はい、左の目尻のあたりをちょっと切りました。これはバッテクですね、はい、バッテクです。とりあえずレフェリーは1回様子を見たということです。まだそれほどひどくはないようですが、左の、あっと左から右です。左のジャンボを蹴られてまた右、直接右です。ここに来たね、一気に小さなパンチで、ショートパンチで、はい、大振りではなくてショートに行きたい、ショートですね。残りが30秒です。相手が目を切りました。この後いいパンチが入りました。一気に行きたい香山、またチャンス右、今度は左、いいスレッド当たってんですよね、そして香山君もノーアウトになってますから今ね、またですか、これはちょっと気をつけたいですね。当たりは気をつけて、またいいのをもらうと、一気に形勢逆転するかもしれません、まあ、どうしてもね手を下げてる方が手を出しやすいんですけれども、はい、まあ、その分このピンチもね、ありますからね、はい、右をもらいました。軽くではありますが右をもらったチャンピオンの香山、今度は左右、ベテランの桑田、相手が休んだと見ると手を出してきます。しかしこのラウンド香山いい攻めが見られました。第7ラウンド終了です。日本ウェルター級タイトルマッチ終盤に入ってきました。右チャンピオン香山、左チャレンジャージャッキー桑田です。第7ラウンド香山の右からいい攻撃が続きました。その前にチャレンジャーの桑田は左の目尻のあたりをちょっと切りましたが、これはラウンド間に説明がありました、偶然のバッティングということです。それほど傷は深くないのか大丈夫なんでしょうか、ちょっと血が流れてきて目に入るかもしれません。さあこの第8ラウンド、先ほどチャンスをつかんだチャンピオンの香山です。このラウンドも行くのか、それとも見てしまうのか、どうもいい攻撃があった次のラウンド見てしまう傾向が今日はあります、チャンピオンの香山です。今日は第5ラウンドにあと少しでフィニッシュまで持っていけるかというところまで来ましたが、逆にいいパンチをもらって攻撃が止まって、その次のラウンドは手が出ませんでした。まあ、桑田君のパンチ軽いんですけれども、はい、この軽いパンチ当たりますとどんどん、ね、調子に乗っていきますから、香山君はこの軽いパンチもね、はい、もう全部空振りさせるような、はい、そういう集中力を持って、ね、やった方がいいですね。そうですね。さあ今度はボディです。ボディはなかなか見せない香山ですが、ボディを打ってきました。この辺りも少し余裕があるのかもしれません。この右からね、はい、左フックですね、欲しいですよね、左フック、なかなか出ない、まあ、何回か今日も見せましたけども、まあ、なかなかいい形では当たっていません ね、はい、まあ、左フックか、それと右アッパーですよね。右アッパー、この右アッパーはチャンピオンになった時中原戦いい形で何回か見せたんですが、その後どうも見られない香山、今日が4度目の防衛戦です。まあ、桑田もね、いわゆるその右のパンチもらっても、はい、やはりその前に前に出てね、はい、勝負を捨てないで、はい、大したもんですよね、うん、本当に。
さすがベテラン、33歳、本人は言いませんが、もう後がないというのはかなり自覚しているかもしれません。でもね、ショートの、ね、パンチ打てば、レフリーストップすると思いますけどね、いいパンチが入って、相手がロープを背にしました。さあ、萱も攻めていく、しかしガードが下がっている、桑田はそこを狙っている、左から右、思いっきり持っていました。しかし桑田も右を持っていく、連打連打、細かいパンチです。萱ああ逆に、はい、ノーガード、早い打ち返し、危ないですね。萱間がノーガードなんでパンチが顔面に当たってしまいます。しかし桑田 もうかなり、ね、ダメージあるんですけれども、はい、本当に頑張ってますね、大したもんですよ。萱間はそういえば試合前に言っていました、この勝負を分けるのは最終的にはハートの問題だと言っていました。そのあたりハートの強さ、ベテランの桑田がまずは見せています。いや、ハートは桑田のありますよ。そんな感じがしますね、打たれてもこれだけは早くその向かってくるんですから、はい、もうコツ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 、本当に地味な戦い方なんですけれども、はい、この勇気ですね、はい、右の相打ちは萱間の打ち勝ちました、打ち勝ってますね、はい、この辺はもう勢いですからね、勢いと軌道が違いますから、はい、さあ桑田の細かいパンチをもらう、萱間ブラってはいけません、ブラってはいけません、ハートの勝負です。桑田のハートかなり燃えています。萱間も燃えたい。第8ラウンドが終了しました。序盤はスピードも上回りました、勢いも上回りました、いい感じで進めた萱間、もしかしたら早い回でということもありましたが、どうも見てしまいました。逆にパンチをもらう場面もありました。このジャッキー桑田のハートはすごいものがあります。少しでもチャンスがあればと狙っている感じ。試合は第9ラウンドまで来てしまいました。日本ウェルター級のタイトルマッチです。残すラウンドは2つです。萱間、今回の課題はチャンスに躊躇しないこと、いいのが当たったら一気に行きたいと言っていました。そしてこの試合はハートの勝負になるだろうと話していましたが、ここまでハートの強さ、燃えるハートを見せているのはチャレンジャーのジャッキー桑田。いいパンチはもらっているんですが、それでも打ち返して、軽いパンチではあるんですが打ち返して、なんとか反撃を試みています。さあ桑田が前に出てくる、萱間は受けている。萱間のいいパンチが何発か入ってダメージはあると思うんですかね、沼さんね。まあ、そうですよね、それに負けずにやはりその前に出てるだけね、スパリットだと思います。はい、それとその萱間のその攻撃ですか、ちょっと単発ですよね。そうでしたね、見てますと。チャンスに一気に行きたいという場面では何回かあったんですが、フィニッシュまであって右当たった、カウンター、萱間、しかし萱間の右目もかなり腫れてきてますね。まあ、あの桑田の左、桑田の左ですね、はい、はい、待ってます。この回萱間君がこの右の、ね、はい、カウンターですか、はい、一発を、ね、狙っている戦い方ですね、うん、もうあれだけね、はい、前半からいわゆるその右に当たってても変わらないということはですね、はい、もう少しショートでね、もう少し何発か打たないとダメージ与えられないと思いますよね。まとめて打てるかどうか、打てるってことね、うん、いい右のストレートはあります。それをさらに生かすために、やはりその左フックですね。そうですね、はい、そして左フック、フックですね。あとは右アッパーと、もう少し攻撃の多彩さを覚えたいところではありますね。大久保さん、はい、チャレンジャーサイドですが、はい、先ほどまでは細かいアドバイスあったんですけども、これからはあと残り2ラウンド、持ってるものを全て出して桑田の自由でいけというアドバイスが飛んでいました。でしょうね、もう気持ちの問題ということになってきますね、これね。まあそうですよね、左、大振りです、当たりません。萱間君もその単調な攻めなんですけども、はい、それで日本チャンピオンになっているということはね、やはりその持っているものはね、素晴らしいんですよね、この持っているものをさらに生かすためにもという感じが今日の試合を見ていてもします。ここまで放送席の採点ではかなりチャンピオンの萱間がリードしています。ただなんか採点にならないでほしいという感じの試合ではあります。萱間、このラウンドもちょっと手が出ません。そうですね、このラウンドは桑田君の方が手勝ちという点ではね、はい、多く上回ってますからね。そうですよね。萱間、スタミナは大丈夫でしょうか。右右と持っていった、ただその後手が出ません。右アッパーを見せましたジャッキー桑田。第9ラウンド残り15秒を切りました。右です、桑田の右。萱間、このラウンドは何か最終ラウンドまでスタミナを残しておこうかという戦いなんでしょうか。
細かいパンチ、桑田が打ってきます。ただ体は流れています。力は感じません。しかし加山パンチを受けています。ロープにグローブを叩きつけました。最終ラウンドまで来ました。ちょっとチャンピオンの加山の表情も疲れた表情が見られます。トレーナーの言うことをじっくり聞きました。こちらチャレンジャージャッキー桑田、最後まで何か気持ちで持ってきたという感じです。さあ日本ウェルター級タイトルマッチ最終ラウンドです。チャンピオン加山4度目の防衛戦、チャンスはありましたがここまで仕留めるまでにはいきませんでした。チャンピオン加山、加山コールが起こっている後楽園ホール、お客さんは加山の KO が見たいという気持ちはあると思います。このラウンド桑田君がこの勝負かけて出てきてますから、はい、逆にこれは加山君もチャンスなんですけどね、はいはい、当たった効いたぞ、結構足で食らってきた、加山君ジャッキーが出てくるところ、右が当たりました。さあ一気に切れた。しかし桑田もそれでも手を出してくる、ね、桑田も狙ってるんですよね、うん、はい、まだ狙っている。防戦一方になるってことはないですから、はい、完全に相手にポイントは取らせない。さすが百戦錬磨、ベテランの戦い方です。あーまた右です。加山今日は5ラウンド7ラウンドとチャンピオン加山のいいラッシュがありました。しかし加山仕留めることはできませんでした。チャレンジャージャッキー桑田の精神力、気持ち、それに倒すことができませんでした加山。さあこのラウンドもいいパンチが入りました。あーっと、あー右です。桑田のパンチをもらった後に加山の右、さあ加山右、あと1分30秒、ね、いい角度でね加山の右当たってるんですけど、ちょっとその踏み込みとパンチがちょっとその浅いんですね、はい、もう少しその強く握ってですね、はい、簡単ごと打てばですね、倒すことできると思いますけども、パンチが浅いです。ちょっと、やはりいいパンチが当たった後狙っていくとガードが下がってますんで、パンチを先にもらって自分の連打が入らないという形の加山です、うん、さあ桑田が打ってくる、左大振り、まだ一発を狙っているベテラン33歳ジャッキー桑田、もしかしたらこの試合気持ちでは桑田の方が上回っていたかもしれません。しかしスピード勢いが違いました。さあ前に出る、前に出る桑田、このラウンドも、ね、いいパンチを送って、はい、かなりダメージあると思うんですけども ね、 そうですよね、気力で、ね、出てますね、はい、右入った加山、右、さあ加山もその気持ち、ハートに負けてはいけません。あー桑田のパンチが先に入る、加山右狙っています、当たりません。残り25秒、細かいパンチ、逆にパンチをもらう。さあ加山コール答えたいが、ジャッキー桑田のパンチが先です。右が入りました桑田、力がありません。加山右、最後まで手を出していく加山右です。桑田が最後まで応戦します。ここで試合が終了しました。いい戦いを見せました。両者です。特に33歳ベテランジャッキー桑田、諦めることなく打たれても打たれても手を出していきました。まあ、本当にねよく検討したようですよね、本当に。ただスピード、勢い、そしてパンチの威力という意味では加山の方があったように思います。放送席の採点でもかなりの差が加山についていますが、どうでしょう。ただレフェリー、失礼、ジャッジ3人です。ジャッジ3人がどう判断しているかは分かりません。勝者赤コーナー加山、コールされたのはやはり加山でした。しかしこの試合の中盤に見せたようないい表情ではありません。10ラウンドまで来てしまったという感じの表情でしょうか。加山4度目の防衛、判定で成功しました。しかしこの試合はこの桑田君のね頑張りというのはね非常に目立った試合でしたね。さすがという感じですね、大橋さんね。本当にベテランのね意地を本当に見せつけてもらいましたね、はい。一方加山ですが、沼さん、はい、この表情です。
本人もちょっとまだ課題が残ったということですね、課題というかね、もう少しそのガードしっかりしてですね、いやその顎をですねもう少し引かないと、今日の相手のようなばっかりを戦うわけじゃないですから、はい、その辺もう少しね練習で、積み重ねてですね直さないといけないですね、はい。結局判定は2対0ということですか。1人はイーブンをつけたということですね。うん、危ないところではありました。2人は2ポイント差で香山ということでしたが、ただ香山の右ストレートはかなり魅力です。それを生かすような多彩な攻撃をさらに身につけてほしいといったところもありました。香山、しかし見事な4度目の防衛飾りました。